さあ、おはようございます。今日も出社、2日連続出社するところです。そして今日は本当にフルで1日オフィスで仕事しようと思ってるんで、もう朝、今9時ぐらいですけど、朝一行って、朝一ってほどでもないですね朝一ってほどではないですけど、出社して、まあ普通に5時ぐらいまではオフィスにいようかなと思っています。ということで、またこのアクションカム運用でちょっと散歩トークしながら、また M11 持ってきたよね。 M11 をデデンと、これを首にぶら下げて、写真を撮っていこうと思います。なかなか同じ景色をずっと、通勤も同じなので、ちょっとどのくらいいろいろな写真が撮れるのかが、すぐなんか壁に当たりそう、壁にぶち当たりそうな気もしますが、まあともあれ、あまり深いことは考えずに、なんか面白そうだと思ったものはどんどん撮っていこうと思います。でですね、まあちょっと今日はあんまりできればですね、まあ、時間がどのくらいあるかにもよるんですけど、何回か散財小説の中でも紹介している、カプセル、カプセルってその我らが散財兄弟中田泰孝さんの、主催というかやっている、音楽ユニットのカプセルの、バーチャル、VR チャットライブっていうのが、まあ実際にはもう行われたんですけど、その再公演みたいなやつが何回か行われていて、12日も、あったんですけど、それちょうど僕カン君からサンフランシスコに戻ってくる移動時間中で、そこは参加できなかったんですけど、19日ですね。だから、日本だと、日本時間のもちろん19日の夜7時だったかな、7時とかに、VR チャット上で、VR チャットができる環境さえあれば、基本的に無料で誰でも入れるやつだと思うんですけど、ちょっと詳細の案内は概要欄にリンクしておきますけど、これね、本当にまあ今からゼロで VR チャット環境を作って、PCVR 必須だったと思うので、 PC ゲーミング PC も含めて VR ヘッドセットと全部環境を整えてっていうのは結構厳しいかもしれないんですけど、逆に言うと VR チャットをもうすでに PCVR チャットできる環境を持ってる人は本当それ以上のコストかからないんで、必見って感じなんですよね。僕も半年ぐらい VR チャットいろいろハマってますけど、まあその中で見てきた、音楽系ライブコンテンツの中でも本当にズバ抜けてクオリティ高いんで、でそのなんていうんですかね、オフィシャルのプロモその VR チャットライブのまあなんでオフィシャル動画みたいなのを撮るタイミングで、僕も実はその公演を見させていただいたんですけど、ちょっと今日はですね、その時の動画を VR チャット上で撮った動画をマイケルさんにもカメラマンしてもらって、2カメ体制で撮ったやつがちょっと編集できてないやつがあるんで、それをちょっと Vlog 代わりに紹介したいなと、久々の VR Vlog にしたいなと思ってるんで、ちょっと喋り自身は冒頭のこのぐらいにしておきたいんですけど、まあ、あとはその今日のライカは M11 で撮るっていうことで、ちょっと今日カプセルライブイベントに参加します。おーすごい、みんなで民族大移動状態。おー、今日はカプセルのメトロパルスの撮影会へお越しいただきありがとうございます。昨日の当日もですね、たくさんの人、キヌさん、レズさんのはじめたくさんの人のおかげで実現ができまして、VR のやっぱライブは VR で見るのが一番いいということは皆さんとても詳しい方たちばっかりだと思うんですけども、それを
より多くの人にやっぱきっかけとして伝わるものにしたいので、今日は本当これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとですね、あとですね、散財小説ドリキンさんが今日あの Vlog を撮っているので、ちょっとあのドリキンさんがあの旅行中なのでホテルの Wi-Fi がやばいとかいうの噂があるんですけれども大丈夫でしょうか。ちょっと今メキシコからサンフランシスコの PC を使って参加してるんで、ちょっといろいろ不安定要素があるんですけど、あの途中で動かなくなってたら察してください。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、いよいよライブが始まりそうなんでドキドキです。あと今カウントダウンが始まってて、あと2分30秒。ちなみに今日のカメラマンは例によってマイケルさんにお願いしてます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。おお、すごい、めちゃかっこいいステージから。最高。おー、後ろにすごい、でかい、めっちゃかっこいい。でっけー、これはリアルではできないライブ感ですね。おー、おー、やばい、めっちゃいい。おー、おすごい。みんながもうこのハイウェイにステージが変わってハイウェイを、おお、かっこいい。すごい、長さんがキーボードに。みんな中田さんが勝った。キーボードの前に立ったぞ。オッケー。おお、でかい。でかい。おお。すごい。素晴らしい。めっちゃかっこよかった。最高。これは素晴らしすぎました。めっちゃかっこいい。これはぜひ VR で体験していただきたいですね。あー、すごかった。マジでいい。時間解けた。あー、決まってるわ。一生懸命と。完全に。本当にいいんだよな。一体感。いやこれは VR でしか表現できない世界観なんで、みんな素晴らしいですね。みんながハーってなってるの面白いですね。一個昨日の散財小説の補足だけはしておきたいなと思っていて、っていうのはそのカメラですよ、カメラ、アクションカム、今日のカメラはもうお分かりですかね、何のカメラを使って今日この状況を撮ってるかっていうのを。しかもこの両手が使えてる時点でもうなんかバレバレな気がしますけど、そうです、インスタ360 GO3 をペンダントマウントって言うんですかね、あの首からペンダントでマグネットのベースをぶら下げて、でそこに、インスタ360 GO3 のなんか目玉のウェッジみたいな本体だけをペコってくっつけて、歩きながら両手フリーにして撮影してるっていう感じですね。で昨日のその Vlog 撮ってる段階ではまあもう十中八九、まあ、GoPro だなと思ってたんですよ。もう実際モニターで見てても GoPro の方がいい感じに撮れてる気がしたし、まあ、撮れてるし、まあこの出社しながら散歩しながらフォトウォークしながらするスタイルの Vlog を撮るときには
まあ GoPro かなって思いながらもサイドバイサイドの検証したんですけど、やっぱサイドバイサイド検証は偉大というか恐ろしいですね。結構夜編集してみて見てみたら、あれインスタサロマル GO3 の方がいいかなっていうもちろんディテール見るとやっぱ解像度の違いが圧倒的に解像度が違うんで、GoPro の方が解像感あるんで綺麗は綺麗なんですけど、ただまあギャラクシーフォールド4レベルのだから8インチぐらいのタブレットぐらいで見る限りだとそこまで解像感の違いもないというか、むしろ 2.7K なのになんでこんなに解像感出せてるんだろうみたいな感じですし、何せ鮮やかモードの色味がちょっと良すぎますよね。やっぱあれかなと思って、そのいや分かんない、勝手な推測なんで全然また外してるかもしれないですけど、やっぱインスタ360、インスタ360自身はなんかライカレンズとかでライカの360度カメラの1インチのやつとか、あとその前のやつとかも何度かライカと連携して作ったりしてるんで、まあ、なんか少なからずそういうノウハウもなんか入ってるのかなと思うぐらい、この鮮やかデフォルトのこの鮮やかモードの色味が絶妙にいいんですよね。コントラスト感もすごいあるし、まあ、ちょっと派手ですけど、まあ、だから他のモードにするとなんか中サイドみたいな、もうちょっとサイドを抑えるモードもあったりするんで、こうなってくるといろいろ他のモードも検証したくなるんですけど、ただデフォルトの鮮やかモードの色味とかも結構ツボで、しかもこのサンフランシスコのこの色味に多分合うんですよね。だからちょっと解像感は落ちるけど、まあトータルのなんか見た目の心地よさとか、あと地味に画角が広いっていうのも、手ブレ補正をお互い、バリバリ効かした状態で、撮ってましたけど、バリバリって言っても一番強いさらに上のモードもあるんです、そこまではいかない状態で、撮ってましたけど、 GoPro が結構ねクロップされちゃうんですよね。インスタ360 GO は、なんか手ブレ補正をかなりかけた状態でも広角でしっかり撮れてて、あと僕この先のオラクルパークの前で自撮りでサイドバイサイドを自分に向けて撮った時の映像を見た時に、だこれですよ、 こうした時になんか顔の色味が、まあ、美肌補正してるほどではないと思うんですけど、この自撮りした時のなんか顔の明るさとか肌の感じとかがなんかインスタ360 GO がすごいうまく処理されてる感じしたんですよね。まあ、GoPro の方がもしかしたら正しい感じなのかもしれないんですけど、なんか360 GO の自撮りした時のおっさんのなんか暑苦しさの少し低減されてる感じとかもすごい良かったんで、まあ、ちょっと何が言いたいかっていうと、今日はインスタ360 GO3 を使ってるっていう、今の現段階ではちょっとこのアクションカムシリーズいろいろあるけど、まあ DJ アクション4でしたっけ、一番最近出たやつもこうなってみると検証したい欲はいろいろ出てくるんですけど、ただ360 GO3 これちょっと完成度高すぎますよね。で何せ これができるんで、胸にマウントして、今胸にマウントして何も考えずにただただ独り言喋って歩いてるみたいな、こうだからドリ散歩復活ですよ。何年前にやってましたっけ、こう毎日ここを通勤しながらドリ散歩って言って、あのところは GoPro にGoPro の専用のすごいジンバル、バッテリーグリップついたジンバルを使って、昨日も掃除してたらあれ出てきて断捨離しちゃったんですけど、なんでカルマグリップでしたっけ、あれを使って、あれをバックパックの肩にかけて、でひたすら会社行くまでの間歩きながら独り言喋るみたいなのを散々やってましたけど、今じゃペンダントにちっちゃいクリップみたいな感じで目玉の親父くっつけて、風切り音とかも気にせずに、なんか昨日のやつとかも結構風ボーボー吹いてる時、もちろん風切り音ゼロには収まってないですけど、
ダヴィンチの AI 機能と合わせるともう本当になんか喋り子が喋ってる内容問題ないくらいめっちゃなんですかね、明瞭に音も取れてますし、で今もうバックパックも使ってないですからね。バックパックも今日のカバンは今最近めっちゃお気に入りのハイパーライトの、あ、めっちゃをいっぱい使うと良くないっていうなんか記事が最近話題になってた。めっちゃ使ってます。なんかめっちゃばっか使ってると頭悪そうみたいな記事が出回ってました。僕のソーシャル SNS 周りのタイムラインで話題になってましたけど、めっちゃ使う、めっちゃ今も使いまくってますね。はい、なんで何が言いたいかっていうと、ちょっとインスタ360 Go3 が良すぎたんで、しばらくはこのスタイルを、ちょっと歩きながらあの時はこのスタイルで撮りつつ、フォトウォークしていこうかなと思います。であれですよね、こうなってくると GoPro12 が GoPro12 がちょっと本気で GoPro どうやって出てくるのかがもう逆に楽しみですよね。この完成度に勝つには相当何かこう圧倒的な強さを出さないといけないんで、どういう感じで GoPro が出てくるのか、ちょっと今年の GoPro そろそろまたそこら辺も話題が出てくると思うので、今年の GoPro がどうなるのかが逆にすごい興味深くなってまいりました。でこれこういう風に、ちょっと不安になってきたら、これで後付けで、今撮影中に後付けでこうやってベースのモニターをつけて、ベースのこの本体を、今もともとはこれついてなかったんですよ、電源入れてなくて、でインスタ360 GO の、 あの目玉のウェッジ本体だけで撮影開始してたんですけど、あ、なんかどんな画角で撮れてるのかなって知りたいなと思ったら、後付けでこのボディから今電源をここで入れたんですけど、こう入れるとちゃんと撮影を途切れることもなく、これで突然ここからプレビューできるんですよね。で今ここでちょっとディスプレイの中分かりすぎて見えてないかもしれないですけど、こんな感じで、モニターがいきなりリモートモニターできちゃうんで、この使い勝手、今までだったらこれをなんか iPhone 使ってとか Apple Watch で連携してとかやってたんですけど、やっぱわちゃわちゃしちゃうんですけど、このスマートさでできて、しかも水平も、地味にインスタ360 Go3 がいいのは、あ、ここでちゃんとオフにすると本体だけオフとかできるんですね。あ、すごい、カメラごとオフにするパターンと本体だけオフにするみたいな。これで多分録画は止まらずに、録画止まってないですよね、大丈夫、あ、録画止まってない、録画止まらずに、今のベースの本体、モニタリングしてた本体だけを切るとかもできるっていう、いや、よく考えられすぎでしょこれ。で地味にですね、このインスタ360 GO の目玉のウェッジみたいなのって、こう縦と横でこうマウントできるんですけど、今僕はペンダントマウントしてる時はあえて縦モードに撮ってるんですけど、縦で撮ってもちゃんと横長の16対9の動画が撮れるんですよね。わあ、あれ写真撮りたい、あれ写真撮りたかったら、やっぱりちょっと喋りすぎた、もうちょっとこんなに喋る予定はなくて、カプセルの今日VR チャットログにするよっていう導入と、インスタ360 Go3 がいいよっていう話だけしたら、早々に Vlog に変えるつもりで、撮ってたんですけど、めちゃめちゃ話がインスタ360 Go3 について言いたいことが溢れ出してきて、ちょっと話が止まらなくなってしまいましたが、まあともあれ、そんな感じで縦モードでも横モードでもちゃんとどっちにしてもちゃんと16対9の横長も撮れるし、どっちにしても9対16の縦長モードも撮れるっていう、なんかそのカメラの、普通だったらこうカメラのこう向きっていうのが縦長横長に連動するんですけど、多分内部的にはこれなんか正方形かなんかで撮ってるんですよね。センサーは多分1対1の正方形かなんかで、それをもうクロップしてるんですよね。だからクロップ前提の、昨日西田渡さんもなんかクロップ前提で写真を撮るっていう動画を出されてて、あれもめっちゃ感銘を受けたんですけど、もう本当にそういう感じの
なんかクロップとか後処理前提でカメラを作り始めるっていう世界に一部のカメラメーカー入り出してて、これはこれでやっぱりすごいなと思って、ちょっと規制概念を超えた世界みたいな感じで感動しております。はい、もう本当に長くなりすぎたんで、ここからも写真も撮りたいんで、今日のライカの撮れ高なくなってしまうんで、まあそんな感じです。じゃあちょっと今日は編集がうまくできましたら、この後に、VR ログがお届けできると思いますし、ちょっと編集間に合わなかったらそれは明日とか明日以降になっちゃうかもしれませんが、あ、逆に編集間に合わなかった時の撮れ高保険で十分話しすぎてしまったかもしれません。じゃあそんな感じで、もしかしたらここでお別れか、もしかしたら、VR チャットログお楽しみいただければと思います。ここ撮りたいんですよ、ここを撮りたいなと思ったんで、あ、これ撮りながら、西田さんやってるような撮りながら運用とかもできちゃうのかな。あ、いけそう、いいですね、いいね。ちょっと写真がこんなに楽しくなると思いませんでしたね。なんでこんなにハマったんだぐらいに、今まで本当写真が怖かったんですけど、めちゃめちゃ今写真撮るのが楽しくなって、あ、なんかなんだっけ、オットセイが回収されちゃってる。何が起きてんだろう。Are you removing this? Remove it, taking it out. Ah, move. Just move. Just moving the bolt barricade temporarily. Just. Oh, really? Oh, you can move. すごい、これ動かすんだ。動かす。Take it out. えー、動かせるんだ。すごい。どうやって動かすのかちょっと気になるけど、あれちゃんと単に重いだけで乗っかってんだけなんですね。あ、これだ、これでやるんだ多分。興味深いけどちょっと会社行かないといけないんで、ちょっと、わあ、めっちゃ気になる、どうやって。あー、ていうかあそこがやばい、あそこが。あそこがもう当たってる。ヤシの実に、ヤシの木に当たってるから、あのおじさんが一生懸命言ってたんですね。完全に当たっております。すごいな、大騒ぎになってます。なんか一時的にちょっと移動するみたいな感じなんですかね。あそこに場所をつくのか、恒久的なのか一時的なのか、ちょっとなんかちゃんと分からなかったですけど、ちょっと移動するらしいです。あ、やっぱりこうやってボディマウントしてると、そういうちょっとした出会いみたいな、ハプニングにもどのくらい撮れてるか分からないですけど、ハプニングも逃さず撮れるし、あ、いいなぁ。じゃあちょっとこれこのまんま胸にマウントして、どのくらい撮れるんでしたっけ、1時間ぐらいは胸マウントでも撮れるんだったっけな。だそう、36053のまたさらに思い出して、あれなのは、これ内蔵メモリーなのもいいんですよね。で僕のやつは64ギガモデルなんですけど、まあ解像度がちっちゃいっていうこともあって、あの 2.7K で撮ってるっていうのもあって、あの64ギガなんだけど、これでですね、待って、ライカをちょっと腕にきちんと巻きたい、怖いから、こうやろう、こうやって腕に巻いておいて、あれ、ちょっと待って、これを怖いんだよな、巻いてる間に落としたりとかしたら嫌だから、これをこう巻けば絶対に
これで落とさないんで、これで落とさないんで、こうやって巻くといいよ、巻くといいよって教えてもらったんですよね、ライカユーザーの方に。なんで、そう、内蔵ストレージが64ギガなんですけど、64ギガで 2.7K だと3時間取れちゃうんですよね。 2.7K の30フレームで3時間取れちゃうんで、もう十分すぎるんですよ。バッテリー持たないっていう話で十分すぎるほど取れちゃうんで、だからそうするとメモリーカード入れ忘れ問題とかもなくなるし、で結局リーダーとかなくて USB-C で PC につないでそのまま取り込んだりもできちゃうんで、まあなんかそこら辺も踏まえてよくできてんですよね。インスタ36053資格なしですよ本当に。なんかまああるとすればもうあとはひたすら画質上げていくだけなんで、まあ、4K 化するとか、そういうのはどん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 進化の過程で54、55とかなっていったらいけるんだと思うんですけど、機能的にはもうだって本当はこれもっともっといっぱい機能あるんですけど全然使いこなしてないですからね。もう完全デフォルトだけで、デフォルトだけで撮ってるんで、あ、ここのこれも撮りたかったやつだ。これをいや写真楽しい、あべ、青、あ大丈夫か、写真楽しすぎます。実は昨日 M11 用のストラップ買っちゃったんですよね。もう断捨離の横で散財を止められないの、これ良くないよな。病気です病気。まあそんな感じです。なのでストレージも問題ないでしょ。128モデルっていうのも、128ギガモデルっていうのもあるんですけど、本当64で十分な気がするんですよね。実際店頭在庫もなんか128ギガってあんまりないみたいで、64ギガが一番多分ボリュームゾーンで売られてるみたいですけど、3時間内で撮れますからね。もう本当に超長回しで使う特殊用途とかじゃない限りは、普通に Vlog 撮るんだったら絶対1日3時間とか撮ったらもう Vlog として編集できないんで、十分すぎるんで、この64ギガっていうバランスも、だからその結構インスタ3605-3はそのなんかスペック至上主義に対してのなんか意見を感じますよね。解像度そんなもんいいんだよ、なんかストレージサイズそんなもんいいんだよみたいな、最終的に撮れてる絵が綺麗だったらいいじゃんみたいな、そういうスペックに惑わされる内容メッセージを勝手に感じてしまったりはしていますが、あ、これダメだな、カメラ回ってると思うとなんか発作的にずっと喋り続けてしまう、無音部分をカットしたくないっていう、なんかもう染み付けられた脳内 Vlog 脳みたいなのが発動して、喋ることが止まらなくなってしまうんで、ちょっとこれはこれで悩ましいですけども、一応止まずに運用するっていうのもやってみたいんで、一旦今日はこのまま喋り続けるか、なんとか。はい、ということでオフィス着いたんでそんな感じです。ちょっとじゃあ今日は一日オフィスで仕事してきます。ちょっと今あれなんですよ、突然VR チャットの Android 版がリリースされたんで、ちょっと見えないかな画面が、すごい普通に歩きながら VR チャットの世界に同居できてます。やばいやばい、これは結構ゲームチェンジャーですね、素晴らしい。うん、これ思ったよりアンドロイド版なんか使わないよとか思ってたけど、やっぱりこの手軽さはすごいのと、あとアルファ版と思えない軽さ
普通に安定してる感じがします。全然ギャラクシーフォールドが熱くならないです。いや、これギャラクシーフォールドじゃないですか、これ。ででーん、今帰り道ですけど、あれ、これ位置変わりましたかな、位置変わったかな、なんか変わったような変わってないような、まだ変わってないような気もしますが、でもなんかひび入ってるけど大丈夫ですかね、これどうなってんだろう。なんか絶賛工事してますね。なんかコンサートかなんかあるのかもしれません。 VR チャットしながらのリアル世界の融合です。Yeah, I start to clap. And I start to clap.